皆さんこんばんは。こちらチャンネル桜北海道です。本日のキャスターを務みます小野寺様、それでございます。よろしくお願いします。ということで、今日ですね、朝の6時から、まあその中国にどん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 侵略されている北海道の状況というのをですね、まあ、講演をしてですね。 おとといもですね、まあ「星とはいかにあるべきか」という講演をして実は今週末もあとから番組の最後に、まあ、数人なんですけれども、まあ、もし来れる方はということでニセコくっちゃんの方で、えー、講演をやるとうとうですねさらに、まあ、週末はツアーもあるんですけども私と回る、まあ、その北海道との、まあ、アイヌと中国の問題に揺れる北海道みたいなですねツアーもあったりですね いろいろ忙しいんですけれども緊急事態宣言がまあ解除されて今はまん延防止等のですね対策の移行期間に入ったんですけれどもそれでもまあ感染拡大には気をつけてただ、今の状況をできるだけ多くの皆さんに伝えるということで頑張っていきたいと思っていますのでよろしくお願いをしたいというふうに思います。 今日の特集記者が不法侵入で逮捕されてもごまかし逃げる北海道新聞以上の2本立てでお送りいたしますチャンネル桜北海道は道民による道民のためのインターネット放送です常に皆様と共に歩んでまいりたいと思いますのでご支援のほどよろしくお願い申し上げますそれで具体的な支援の方法ですけれども チャンネル桜北海道を支えてくださる方を募集しております。チャンネル桜北海道は大企業や組合、宗教団体などからは一切支援を受けておりません。北海道民、国民一人一人に支えられて、日本の国益を根底とした番組を制作しています。他のテレビ局では報道されない 北海道民日本国民にとって本当に大切な情報を常に考えながらこれからも伝えてまいりますので皆様のご理解とご支援の度ど,どうぞよろしくお願い申し上げますえ具体的な支援の方法ですチャンネル桜北海道では100人委員会を立ち上げております賛同者広告主として毎月一口1万円の会費を頂戴しております何口でも可能です 毎月月曜日から金曜日まで7秒間の CM をチャンネル桜北海道の番組内で毎月20回放送いたします広告は不要という方も大歓迎ですまた月々のご支援以外にも単発でのご支援も承っておりますホームページにもご支援方法を載せておりますのでどうぞよろしくお願いを申し上げますということでまずは今日の北海道ですけれども 今日の北海道大体北海道新聞の記事をですね皆さんに、まあ、あ提示をしていろいろ分析をしていくんですけれども今日はですね北海道新聞の記事をですね出すような気分ではないとそれはそれ以前に北海道新聞がとんでもない新聞社なのでそのとんでもない新聞社の記事をですね 皆さんに提示して分析していくまでもないだろうということで今日はですね特集で北海道新聞はこんなにけしからんということで、まあ、特集でやりますので、まあ、北海道新聞の記事は提示をするというのをやめてですね別のことで今日の北海道にしたいと思いますけれどもそれはですね私このツイートとこのフェイスブックを出したんですけれどもこれ、まあ、有田芳生参議院議員のですねとんでもないツイートに対して、まあ、私は こいつは絶対に本当に許さんというツイートをしたんですけれども、有田義夫参議院議員はですね、藤田隆さんは拉致被害者家族ではありません。拉致問題の基礎知識で IUA をあるいは ABC d E のレベルです。私は藤田さんを批判するのは明らかな差別的発言をしていることなどですって書いてあるんですけれども、これですね、 拉致被害者家族ではないとそういうカテゴリーにはないかもしれませんがこの藤田さんに関してはですね自分たちが拉致をしたんだという証言もあったりですね、まあ、この写真は藤田さんのお兄さんに違いないと。 いうような、まあ、その写真も北朝鮮側にあったりさらに拉致をどういうようにされたのかというです、ねまあ、詳細なその証言もあってここの病院で監禁をされて等々のです、ねまあ、具体的な証言もある中でこういう発言をしているというのはです、ね、藤田隆さんに対して本当にけしからんしかも 被害者家族の方のですね、まあ、感情を逆なでするというかですね、踏みにじるような、これ国会議員としてあるまじき発言をしてるということで、まあ、本当に許せないと。で、このですね、有田義夫参議が、まあ、ツイートをした中にですね、私の顔も見えるように、我々の番組を まあそのツイートした方にこうツイートしてるんですけれどもこれですね本当に私たちの番組も気にしてるんだなということでこれ私許さないと言ったのでこの問題ですねさらに問題を掘り下げて有田芳久参議とんでもないやつなんだということで えまあ別の日にですねこれ特集をやらなければならないなというぐらい私はですね今、有田参議に怒りを覚えているということなんですけれどもさらに、ここ最近のまあツイートなんですけれども実は加藤健さん,加藤健さんもまあ北朝鮮の拉致問題にですね非常に積極的に関わってくださっている方で,ですねまあ私もチャンネル桜の討論等で,ですねまあご一緒させていただいたことがあってまあ素晴らしい方なんですけれどもこの方がですね ですね、有田議員がでたらめを書いてえ藤田隆さんに嫌がらせをしているしつこいぞということで、まあ、あ加藤さんの、まあ、知識でですね、まあ、国連でこの藤田隆さんのお兄さんがしっかりとこの国連の方でまで、あ、拉致会社として、えーまあ、そのカウントされてるんだというようなツイートに対してもですねなぜか国連認定などありません笑いみたいなですね ふざけるなとバカにしてるのかとこんなですね、ふざけた対応を国会議員がしていて、まあ、藤田隆さんの主張なんか全然違うんだ拉致会社じゃないんだふざけるなみたいなですね、バカにしたようなツイートを連発しているということですねこれ1回、ですね、凍らしめなきゃいけないなと思ったですね、今日は北海道の、まあ、話ではありませんでしたけれどもただ、ですね、この問題というのは非常に。 まあ重要で、我々としてもこの番組まで取り上げられてまあリツイートされているということでこの問題、ですねさらにですねまあ有田参議のですねまあ本質を暴くというかとんでもない議員だということをですね皆さんに PR すべき絶対許さないということで特集を組むというですね宣戦布告の場にしたいということでまあ今日の北海道にさせていただきました。次は特集です 今日の特集は記者が不法潜入で逮捕されてもごまかし逃げる北海道新聞ということで私です、ね、北海道新聞にはあることないことです、ね、書かれて、まあ、お前にじゃあ常識があるのかだとか 議員なのにこんなバカな発言したみたいなバカな発言じゃないんですよ。アイヌは先住民族かどうかはまあ疑念がある等々のですね、まあ当たり前のまあ発言をしたんですけれども、さも北海道新聞は自分たちが正義でまあ正しいかのようにですね、まあ多くの人をどん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 ですね、そのペンの力で傷をつけてですね、まあいろいろ批判をしてきたという経緯があります。じゃあ北海道新聞はどれぐらい素晴らしい まあその社会通念上も社会常識があって素晴らしい新聞社なのかって考えたらです、ね、私は一貫してこの新聞社はもうクズ新聞だとこんな新聞社北海道にあるのが恥ずかしいと常識もなければ本当に下品だというふうに言っておりましたが。 これがですね、皆さんの目に、あ、本当にこんなくず新聞なんだというようなですね、事例を紹介できるというですね、もう本当に千載一遇のチャンスが来たので、今日はこの特集をさせていただきたいと思います。まずですね、この問題なんですけれども、今日のタイトルにありましたように、北海道新聞の記者が不法侵入ということで、まあ、建物にの中にそれで逮捕されるという事態があったんですけれども、 それに対してです、ねまあ、北海道新聞はこのような記事を出しました局医大で旭、まあ、川医大でえ取材中本市記者を逮捕建造物侵入容疑ということで、まあ、あ同心の記者がですね、まあ、22歳の女性の記者、まあ、新米記者ですけれどもこの新米記者が逮捕されたということで、まあ、記事になってるんですけれども記事のまず大きさですよ。 逮捕されるような記者がですよ。も、まあ、う本当に業務中ですよね。仕事中に逮捕されるような事態になったのにですね。まあこの記事の大きさですね。大体これぐらいです。まあこ,、まあ、こんなもんかな。こんなですね。二段の本当にちっちゃい記事がちょこっと出てると。これですね。北海道新聞の現役の記者が取材中に逮捕されたという大問題ですよ。なのに、 こんなちっちゃい記事にしてですね、まずごまかそうとしてるというのがけしからんというふうに思いますし、これですね、北海道新聞はこの記事の中で、まあ、非常に遺憾だみたいなことを言ってですね、さらにこの問題については改めて説明させていただきますみたいなですね、感じになってますけれども、私ですね、今まで北海道新聞の主張で自分たちは正義なんだと。 悪いことはどん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 しっかりと報道していくんだぐらいのことを言っていたらです、ね、この新聞記者のです、ね、名前と顔写真とドーンと出してこんな記者がこんな悪いことしたので出すべきだと思うんですけれどもまずしてないでこんなちっちゃい記事になっていること自体がです、ね、そもそも問題だと思うんですけれどもこの問題、いろいろな角度から皆さんにです、ね、とんでもない問題なんだということをです、ねまあ、お示ししていきたいというふうに思います。 まず最初に一番最初、北海道新聞による事実確認と説明責任ということで、まあ、後日説明しますよみたいな、これも2日以上経ってますよね。なのでですね、これ自分のところの記者ですよ。自分のところの記者がなぜ逮捕されるような事態に陥ってしまったのかということはですね、まだ何の北海道新聞から発表がありません。この記者は一人だったのか。 まあ一人じゃないと思いますよ。22歳のま大学がを出たばっかりの記者でしたら一人じゃないと思うんですけれども一人だったのかなぜそんなことになってしまったのか逮捕される経緯かなんで逮捕されることになってしまったのかとうとうですね全く説明がありません。これですね自分のところの記者だったら聞けばすぐ分かる話なんですけれども全くそれすらしていないというのが。 まあ私にとっては本当に信じられませんしこういう問題ですね嵐が通るように黙って早く過ぎ去らないかなと思ってるですね北海道新聞の幹部の人たちのですね、まあ、その顔がですね、まあ、浮かんでくるんですけれどもこれすらですねしっかりと報道しないでこんなちっちゃい記事でごまかそうとしてるというのはまず問題だとで次にですね先ほどにも記事の中にありましたけれども遺憾であると。 いうふうに、まあ、北海道新聞の方で今回の逮捕について、まあ、そのお、言っておりましたが、遺憾っていうのはどういうことなのかと。これは、我が社の、まあ,あ、記者が逮捕されてしまって本当に申し訳ないのか、それとも、逮捕されたこと自体が遺憾なのか、全くわかんないと。で、北海道新聞ですね、まあ、これだけ大問題を起こしていて、まあ、旭川医大にですね、迷惑をかけているのに、すいませんでしたの。 お詫びの一つもないんですよこれどういうことなんだと北海道新聞何様だというふうに思いますけれどもそういう姿勢がですね明らかにおかしいというふうに私は思っておりますで次なんですけれども次3番目なんですけれどもこの記者ですね22歳の鳥形レン記者という記者らしいんですけれどもこれですね私も同議会議員でずっといたということで まあその記者というのはどういうものかわかるんですけれども22歳いっ,ったらですねほとんどですねこの記者がですよこんなその不法侵入をしてですね逮捕されるような行動を自ら取るというのは考えづらいと。だとしたらもしかすると先輩の。 ペアで動いていたという可能性が私は高いと思ってますけれども、わかりませんよ。わかりませんけれども、その場合、その先輩記者から行けというふうに言われたかもしれませんし、実は社の方から行けと、お前は見た目は若いと、学生と間違われるかもしれないと、もしまあ間違われたとしても、若いし女性だから許されるかもしれないみたいなですね、わけのわからない論理で突撃をさせられたかもしれないと。 でここですね全く説明がないんですけれどもそこを考えるとこの鳥形カレン記者というのはもしかすると被害者かもしれませんけれども、まあ、悪いですよ、これ不法侵入したというのはいくら言われたからといってやるというのはこの方も罪人ですけれどもそういう、ですね、えーまあ、あなぜこの若い記者が突撃するに至ったのかということはです、ね、もう少しですねしっかりと説明すべきなのねこのことは 全く触れられていないというのは、まあ、非常にいい問題だというふうに思っております。これですね鳥カレンという名前は先ほど言ったですね紙面に本当にこんなにちっちゃい記事の中に名前が出てるんですけれども他にですね北海道新聞はこの記者の問題に関してですねデジタル版ではほとんど報道してませんし まあネットの方ではですね名前を出していないということでこれどうなってんのかな私としては顔写真まで出してこんなとんでもない不届き者の,の記者がいたんだということを、まあ、公平にですね自分たちに甘くないように報道するんだったらやるべきなんですけれどもそれもしていないというのはちょっと大問題だと思いますけれども、まあ、この若い記者がなぜ突撃するに至ったのかということですね。 早く北海道新聞は出すべきだというふうに思ってます。で次、4番目なんですけれども、このですね、まあ、鳥型カレン記者と、まあ、北海道新聞の、まあ、とんでもないこの対応なんですけれども、これをですね、なぜか擁護する、本当ちょっと大丈夫かなと思うような、まあ、記者ですとか、元記者ですとか、あと自称有識者の方たちも、 どん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 登場してきて、この人たちの常識ってどうなのかなというふうに思わざるを得ません。で、実際に朝日新聞もですね、まあ、毎日新聞も他の新聞社も、この鳥型彼のです記者のですね、名前を出してないんですよ。女性記者みたいなですね、なぜ名前出さないんだと。かばっているんだとしたら明らかにおかしいと。 記者というのはですね、まあ社会的にいろいろな影響力があるので、もし問題を起こした時には、名前までしっかり報道をされてですね、こういうとんでもない記者がいたと、報道して叱るべきです。なのに、それを、まあ他のマスコミは、北海道新聞の顔色を伺って、さすが左翼の仲間同士だと思いますけれども、報道してないというのは、おい大丈夫なのかお前らと。思わざるを得ませんけれども、 まあそれぞれのですね朝日新聞の記者ですとかまあ毎日新聞の関係者ですとかあとは自称有識者の方たちがですねどういうバカ発言をしているのかというのをちょっと見ていただきたい。本当にですねいっぱいまあおかしい方たちが登場していて実はですねそのツイッター上にですねまあわけのわからないタグがそのつけられていてそのタグなんですけれども 井桁、まあ、にです、ねえー、同心記者の逮捕に抗議しますみたいなです、ね、タグをツイ,ッターにツイートにつけてです、ねまあ、拡散していてこの女性記者を守ろうみたいなです、ね、これ一種のこれカルト宗教かよと思うような主張をです、ね、不思議な主張を繰り返している方たちがいるんですけれどもちょっとその一部を見ていただきたいという,ふうに思います。 まずですね、南明氏っていうのがですね、まあ、朝日新聞の新聞記者で、まあ何やら前新聞労連委員長みたいなですね、<laughs> まあ、いわくつきだなというような <laughs> 職歴の方なんですけれども、 この方ですね、まあ、朝日新聞の記者ですよ。で、自分の主張は主権ですみたいなことを言ってますけれども、朝日新聞の記者としてこんな馬鹿げたツイートをしてるというのをちょっと見ていただきたいんですけれども、報道でえ北海道新聞記者、旭川医大校内への建造物侵入容疑で逮捕というですね、えその報道に対してえツイートをしてるんですけれども、不都合な領域に入り報じる。 権力側に対して歓迎されざる行為を積み重ねるかどうかが報道と広報の違いです特に近年庁舎管理権が拡大し記者の排除が強まっていますこの女性記者を守ることは日本の報道と公共の未来を守ることだと思いますこれ何、何を言ってるのかもさ皆さん分かりますか僕全くわからないんですけれども 大学の校内に許可もなく入るなとさらにここのエリアは入ってはダメだというエリアに入ってもこれは報道なんだからこんなもの排除されておかしいんだと逮捕されるのがおかしいんだというですね何やら特権階級の、まあ、意識を持っているのか記者は逮捕される筋合いはないんだみたいなことですね平気で言ってますとこの南記者ですけれどもさらにですね 立派な犯罪行為だという言説が飛び交っていますが被害者は誰なのでしょうかということを言ってますけど被害者は旭川以来ですよ入るなと言っていた場所に何の許可もなく忍び込んでいって入って、まあ、取材もしてはいけないものを まあ取材をしようとして、まあ聞き耳を立てていたんでしょうか。そういうことをやっているということ自体が、まあ建造物に不法に侵入したという罪で逮捕されてですね、これは旭川医大がですね、何なんだと思うような被害者なのに、被害者誰なんでしょうかみたいなですね、わけのわからないことをこれ記者ですよ、現役の朝日新聞の。こういうことを言っていると。さらに、 記者はコントロールされないというのが大切な仕事です。これ何言ってるんですかねコントロールされるでしょう法のもとでは。法律を犯しちゃいけないんですよ。じゃあ記者だったら200キロのスピードを出して犯人だとおぼしき人をですね、追跡してもいいのかそんなことダメに決まってるじゃないですか。こんなですね、コントロールされないと我々は誰からも束縛されないんだと。法律からも束縛されないみたいなことですね。 平気で言う、これ現職の朝日新聞の記者がいるというのは本当に驚きますし、朝日新聞さすがですね、人脈がですね、豊富だと。これだけじゃない。他に違う記者もいるので、その記者の発言を見ていただきたいんですけれども、 これ、中村健太記者っていうのもいるんですね。自分のですね、ツイッターの横に、わざわざ朝日新聞記者って書いてですね、さま自分は朝日新聞をまあ背負ってる記者なんだよというようなですね、まあ、素晴らしい意気込みを感じてですね、まあ、お得意あるなと、まあ、嫌味ですけれども、思ってるんですけれども、このですね、方のツイートなんですけれども、独断だろうが、上司からの指示だろうが、取材として立ち入ったのだから、範囲がないのは明白なはずと、 まあ犯罪を起こす意思がなかったのは当然なんだとこんな逮捕を許してたら夜回りもストーカー規制法違反だと言われかねないのではと心配してしまうと病院と同系はここまで踏み込んだのだから説明を尽くし同心はしっかりとこの記者を守ってほしいとこれ何のこと言ってるんですかこれ独断だろうが上司からの指示だろうがその 何のその罪をその犯罪を起こすという、犯すという意思がないんだから、こんなものを逮捕されておかしいんだということを言ってますけれども、いや、犯罪を犯す意思あるでしょだって、不法に建造物に侵入してるんですから。<laughs> このですね、これ何なんでしょうこんなバカな何て言うんですか 擁護をしていること自体ですね。ちょっと朝日新聞の記者大丈夫なのかな現職の記者ですけれども。そしてですね、この朝日新聞記者みたいなことをですね、自分の名前の横に書いているような方のツイートをですね、朝日新聞はなぜ黙ってほっといているのかと。これ朝日新聞がですね、黙ってほったらかしていたら、あ、朝日新聞ってそう考えているんだと。記者が、まあ、違法に建造物の侵入をしても、 それは全然関係ないといいととうに考えているんだと犯罪をどん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 助長させるようなそういうことをですね、まあ、この記者は平気で言っていてそれを良しとするのかと新聞社として。 現役の記者がこんなことを言ってることに対してもですね、全く野放しで、えー、何のですね、社としての、まあ、意見も出さないでこの発言も訂正しないというのは朝日新聞もちょっとおかしいのではないかと法治国家にある新聞社としてどうなのかというふうに思いますしやはり朝日新聞のもう1つの双璧といえばですね、毎日新聞なんですけれども。 毎日新聞の前の記者ですけれどもその記者もです、ね、とんでもないことを言っていますこの、まあ、前記者なんですけれどもこれ、北海道新聞の記者の,、まあ、その逮捕を受けてです、ね、の報道を受けてですね逮捕はやりすぎではないか。 取材自体は公益性のある行為なわけで、これは正当な理由がないのにという,う、建造物侵入罪の構成要件を満たしていないのでは、しかも逮捕されたのは22歳、新人記者で業種の指示のもとに動いたと推察できる、逮捕の適避とともに同心の対応も問われるぞって、この方ですね。 どれだけ幼稚なんだというふうに思いますね。まず22歳ですよ。これ成人ですよね。成人の22歳捕まえて、こんな新米記者、22歳なのにかわいそうだって何言ってるのかわかりませんし、やはり記者の仲間でですね、これは一緒に上司もいたに違いないと。だから指示されたって言うんだったらですね、北海道新聞が断罪されて叱るべきだというふうに裏で言ってるんですけれども、それに対してのコメントもないと。さらにですね、 記者の仕事というのは公益性の仕事なんだからだから建造物侵入の要件には当たらないとで記者だったら取材だと称して僕の家にですねはッと気づくとまあ、くつろいで、まあ、そのベッドで寝てるとそれに対して取材できましたって言ったら捕まえられないのかとふざけんなとこんなですねバカな主張をする方がですね なぜか同心記者の不登逮捕は許さないみたいなです、ね、タグをつけて大騒ぎをしているんですけれどもさらにですね自称有識者出ましたこの脳科学者もですねこんなとぼけたことを言ってますあの脳科学者の茂木健一郎氏ですけれども北海道新聞記者の現行犯逮捕に疑問組織防衛の過剰反応ということですねこれでもわけのわからない主張をしてですね なんか反日左翼の方々ってです、ね、無理でもどうにか守ろうとしてですねどん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 ん傷口を広げているように感じますけれどもこの方、自分の脳でですね自分の主張が正しいのか考えたのかという本当に脳科学者なのかという,ふうに思ってですねある方は私のツイートにですね脳というのをですね、まあ、イエス・ノーの脳ですね 脳科学者というふうにまあ書いている方もいたんですけれどもそのようにです、ね、明らかにおかしい方たちがこのおかしい北海道新聞とこのおかしいです、ね、不法侵入で逮捕された記者をです、ねまあ、応援というかかばおうとしているというのはい、ね、よいよです、ね、この人たちは自分たちは記者で特権階級で逮捕されておかしいんだと。 法律だって破っていいんだというような考えを持っている非常に危ない方たちなんだという本性をですね表してきたというふうに思うんですけれども実際この問題ですねちょっと簡単にですね問題を整理したいと思いますけれども新型コロナでその多くの大学では学生が通学できないような自宅にいてそのネットでですね授業を受けているような環境にあったのがですね だんだんそのまあ感染者が少なくなったり重篤な患者が少なくなってきたということあと我々もその新型コロナの対応ができるというようになってきたので学生が大学に通学し始めるというようなことになっている中でですね大学側としては新型コロナのそのまあ感染者を大学から出したくないとクラスターを起こしたくないと考えるのは当然でここしかもですね 医大ですよ。旭川医大なので、患者も相当いるんだと。その中で許可を持って、許可を受けて、校内に入ってくださいというのは当たり前で、大学の中がですね、立ち入り禁止の制限になっていたのは当たり前なんですけれども、それに対して全くこの方たちは何も言っていません。もしですね、この記者が新型コロナに感染していたらどうなのかと。 感染したままずっとその大学構内を歩き回って学生ですとか職員にですねこれを移してしまったらどう責任取るんだとこれテロに近いですよはっきり言ってバイオテロにそんなこともですね考えないで、まあ、記者はどこにでも行けるんだみたいなですね今の社会環境のことも,も全く考えないで自分たちがさも正義だというように こういうようなですね、どこにでも行けるんだという主張はですね、明らかにおかしいと、新型コロナのこと頭から抜けてるのかというふうに思いますし、さらにですね、この会議というのは秘密裏に行われる大学の中の、まあ、会議ということで、この取材はお断りしますと、だからこの建物には入ってこないでくださいと言っているのに、そこに入っていっても、 いいんだというような主張はです、ね、明らかにおかしいとあなたたち全部この問題を知るというような権利があると思ってるのかと組織内の会議で秘密にしたいと思ってるから皆さんに近寄らないでくださいねこの建物に入らないでくださいねって言ってるところに入っていっても何にも問題がないってなったら私ですね北海道新聞の役員会にですね入っていって取材したいぐらいですよ。お前ら何考えてるんだと <laughs> それはダメで ただ、旭川医大ではいいみたいなんですね、この人たち何言ってんのかなというふうに思いますし、実はですね、この旭川医大のまあ卒業生でですね、今、お医者様をやっている我々の仲間であるですね、又葉先生からですね、実はこういうようなお話をもらっております。このですね、その北海道新聞の逮捕された記者なんですけれども、それはですね、まあ、選考委員会というような会議、 これはですね理事長ですねその会議を、まあ、取材を、まあ、不法に行おうとしたということなんですけれども実は場所もですね時間も非公開だったとさらにそれを取材をしようとしたのはですね、まあ、内通者がいたんじゃないか密告した人がいたんじゃないのかということで。 まあその密告者もこういう方たちなんだろうなというようなことは的場先生はおっしゃってましたけれどもそれはまあ今回は言わないまでも実はですねこの会議が非公開で行われる場所というのは看護学部の会議室だったということなんですけれども普通はですねたどり着くような場所にはないと普通紛れ込んでもなのでその場所を聞いてずっと ちょっとダメだと言われているその建物にまずっと奥深く入っていってその会議のまあ部屋にまあ近づいていってそこでいろいろ盗み聞きをしようとしたというようなことはまあ想像に難くないんですけれどもこれですね本当にさっきのバイオテロの話じゃないですけれどもこんなところにですねまあ一般の人が何のチェックも受けずに許可も受けずに入っていくのもおかしいですしまあ組織内でこれは秘密にしているというものを なぜか入ってって聞こうとするっていうのもですね明らかにこんなものですすねもう何ですか記者だからどうだこうだっていう話じゃないですよなのに記者だったら捕まえる必要がないとか犯罪行為を起こすつもりはないんだからみたいなですね、まあ、ここに来て、まあ、記者のですね一部の方たちが明らかに勘違いしていると自分たちはま特権階級なんだと。 我々は正義のために戦っているんだだからどんなこともしてもいいんだみたいなです、ね、明らかに狂った考え方を持っている人たちがいるんだとそれが童心と一緒になってこのおかしいです、ね、記者と童心の体質というものを守っているというのはです、ね、本当にけしからんと思います。こここれ1日も早くの、ね、の問題とといいううはは北海道新聞が正しし情報を出して実はこう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 だったと なので申し訳ありませんと。この記者は首にしますのも何でもいいです。あと指示を出した記者は首にしますのも何でもいいんですけども、しっかりとした説明責任と、あと責任を果たしてもらいたいというふうに思っておりますし、他人に厳しく自分に優しい北海道新聞、さらに犯罪を助長しているような仲間たちがたくさんいるような北海道新聞というのは、 やはり、ですく、ね、ず新聞だったというふうに思いますしこんな新聞社、日本からいらないなというのは再確認をさせていただいたとさらに日本にいらないですね新聞社、朝日新聞も毎日新聞もいらないんだということはですね明確になったということで今日の北海道新聞のこの問題について皆さんにお伝えをさせていただきました以上特集でした。 ということで今日の全てのプログラムが終了しました。で、冒頭ですね、今週末は、というかまあ日曜日なんですけれども、 セコの方で講演があるという話をしましたけれどもこの講演なんですけれども人数がかなり少ない中での講演ということで、まあ、その応募いただいてもです、ねまあ、数人の枠しかないんですけれども今、ここに、まあ、あその応募要項といいますかその会費ですとかあと集合場所集合時間が出ていると思いますけれどもこの内容でやりたいと思っております。でもしです、ね、参加をご希望される方はで ですね、チャンネル桜北海道の方にですね連絡をいただきたいということで連絡先もまあ概要欄とここに貼っておきますので是非それを見て参加をしたいという方は参加をしていただきたいというふうに思いますこれ内容なんですけれどもニセコの周辺でどういうような中国の侵略が行われていてどういう問題があるのかというのをですねその地元のくっ、ね、ちゃんの田中町議と私の方で、まあ、2人でですね そのカフェの中でいろいろ説明した後に現地、まあ数カ所なんですけれども回って現状を見ていただくというですね、まあスペシャル企画になっておりますので もしニセコの近くの方に見ていただきたいんですけれども、まあ、遠くても頑張ってくっちゃの方に行くよという方は、あそれでも構いませんので、まあ、時間のま厳、あ、守できる方はですね、ぜひ、まあ、応募をしていただきたいというふうに思っています。ただこれ本当にですね、数名の枠しかないので、あっという間にですね、まあ、その…お 募集が終了してしまうかもしれませんけれどもその時はご容赦をいただきたいというふうに思っておりますまあ、以上でえ今日の番組全て終了いたしましたもしこの番組を見て面白いと思った方はいいねボタンを押していただきたいと思いますしチャンネル登録の方もよろしくお願いを申し上げますまたあー明日も皆様に有益な情報を発信してまいります今日はどうもありがとうございました